早上好。早上好。皆さんおはようございます。私、中国四川生まれ、沖縄育ちの受け身パンダです。前回は朝の挨拶を習いました。そして、スパルタイガー先生からもお芋ももらって、大変おいしく食べています。おいしいですね。そういえば、先生にお礼言うの忘れちゃった。中国語でお礼って何て言うんだろう。よし、先生に聞いてみよう。もしもし、スパルタンタイガー先生、ちょっと教えてほしいことがあるんだよ。来てくれるかな。大丈夫。ああ、よかった。じゃあ、お願いします。来てくれるんだって。どう？どうしたの？早上好。早上好。先生。怎么了？说。お芋ありがとう。おいしいよ。哪里哪里、没事。こんな時に、どうお礼は中国語で言ったらいいの？お礼ね、あんた、この前、この人さ、お芋もらってるときながら、ありがとうも言わなかったね。わからんかったんだ。ごめんなさい。言い方がわからなかったんだね。しょうがない。じゃあ今日は特別、ありがとうっていうのをちょっとどういうか中国語でやってみよう。お願いします。ね、はい。じゃあ、これちょっとめくろうかな。せーの。ありゃ。はい。これ中国語です。読んでみてください。わかるこれ漢字。漢字わかるかな、パンダ。パンダ漢字わかるかな。謝る、謝る。ああ、近いね。これ、これ。そうね。中国語で、謝るんじゃなくて、これは、感謝の謝。感謝するって意味なんだけど、これ、謝、謝って読む。はい。どうぞ。謝、謝。はい、そうそうそう。謝、謝はね、どう書くかって言ったらね、こういうピンだよね。謝。謝。はい。謝。謝。そう。謝謝。謝謝。そう。謝謝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 。これね、謝ってこう上から落ちるように、謝って言うでしょ。はい。どうぞ、言ってみて。せーの。謝。そう。謝。謝。で、こっちも2つ同じ漢字つながってるでしょ。謝。謝。そう。中国語ではね、2つ同じものを続けると強調の意味が出てきます。強く言いたいなという時に2つ同じことを言いますね。だから感謝を2つやってありがとうって意味なんですね。だからこれをだけど最後に言う言葉も謝って言うとちょっと強くなりすぎるから、こっちは謝って言ってちょっと優しく言って謝謝。そう、せーの、謝謝。そう、いいね。ネイティブになってきましたね。あんた視線行っても通じるかもしれないね。ありがとうございます。なんて言うの？謝謝。そうだよ、あんたもう習ったらすぐ使わんとダメよ。うん、じゃあもう一回言ってみよう。はい。シェシェ。シェシェ。はい。いいね。ありがとうって意味ね。じゃあ、ありがとうって言われたら、なんて言うの？どういたしまして？そう。なんか返す言葉が欲しいよね。シェシェって言われたら、なんて言うかな。ブーヨンシェっていう言葉を覚えてみよう。ブーヨンシェ、こっちあるよ。はい。ブーヨンシェね。これね。これ。ブーっていうのはどういう意味かな。漢字でわかるかな、パンダくん。ブー。まあいいよってかことかな。そうです。そう、受け身なんだからブーって言わんと。受け身なんだからブー。そう、受け身なんだからって、これ否定したときね、違うよって。ブーブー、あんた受け身だね。はい。ブー。ああ、そうだね。あんた積極的だね。ブー。
そうで、あんた受け身だよ。はい。じゃあね、これブーでしょ。でこれ用事のようだね。これなんていう意味？いいよ。これは用いるって、使うって意味ね。ほうほう、使う、使うって意味よ。でこれはありがとうを使わないって言ってるわけね。ブーは否定してるからね。だから礼には及びませんよという意味になります。うーん、なるほど、うん、発音はこれね、ブーは B ですからね。ブーブー、これ間違えるね、うん、ブー4、はい、そしてシェシェ、そう、これ全部見て、これ落とすでしょ。ブーブー、ヨンヨン、シェシェ、で全部こうこうなんかこうドンドンドンと落ちる感じがあるとちょっと発音しづらい。だから特別にこの2つこう落ちる、こうドンドンってブーヨンってなつながった時はここはね、あのちょっと上がって言いましょうね。これねちょっと、はい、ブーブー、そう、おならした時はブー、そう、パンダ君はささばかり食べてるから緑のおならと緑のうんち出すからね。こうこれを言うときはじゃあ何て言うかって言ったら、ブーヨンシェ、はい、ブーヨンシェ、そう、ブーヨンシェ、ブーヨンシェ、もう一回いくよ、ブーヨンシェ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 、そう、いいね。じゃあ行くよ。シェシェって言われたら、せーの、ブーヨンシェって言いますね。じゃあ行くよ。じゃあ僕はシェシェって言うから礼には及びませんよと言ってみよう、はい、ね。これなんて言うんだっけ。ブーヨンシェ、ブーヨンシェ、これはシェシェ、シェシェ、もう一回、シェシェ、シェシェ、そう、シェシェじゃなくてシェシェ、シェシェ、そうそうそう、シェシェ、シェシェ、あ、いいね、ブーヨンシェ、ブーヨンシェ、あ、じゃあいくよ、シェシェ、ブーヨンシェ、あ、いいね。じゃあ僕にシェシェって言ってみて、シェシェ、ブーヨンシェ、こんな感じね。じゃあこのお二人なんかいつも芋食べてるみたいだけど、みんなもやってみようかね。じゃあいきますよ。じゃあパンダがシェシェって言ったら、こっちはブーヨンシェって返してみようね。じゃあパンダさん、はい、芋もらったからシェシェ、ブーヨンシェ。じゃあ皆さんがじゃ逆に芋もらって食べてるからシェシェ、ブーヨンシェ。いいね、あんた上手くなったね、中国語。先生ありがとう。シェシェでしょ。あんたまだ分かってないみたいね。これあの 朝ごはんだけは食べてきてるから朝おはようはできるはずだよね。はい、前言ったのは何だったっけ。ザオシャンハオ。はい、ふう、じゃあ、はい、シェシェ、はい、ブヨンシェ、ブヨンシェ。そしてもう一つあるよ。あの誰にお礼言いたいか分からないよね、これだけだったらね。あなたに言いたい、あなたに言いたいって時はね、あなたっていうのをこの後ろにつけるわけさ、ここに。これね、にーってつけます。はい。にー。にー。にー。これに、にーね。にーって何ですかって言ったら、you って、あなたって意味ですよ。あなたです。あなた。私からしたらあなた。にー。あなたからしたら、あなた。ね。にー。にー、はい、これ見てみて、これにーって一回こう、そうそう、跳ね上がる感じね。一回落ちて跳ね上がる。じゃあこれを続けていくと、シェシェにー、シェシェにー、そう、シェシェ、シェシェ、シェシェ、シェにー、シェシェにー、にーにー、シェシェにー、シェシェに。いいね、これでいきましょう。お礼を言うときは今日の
お芋美味しかった？昨日のお芋。谢谢你。不用谢。こんな感じです。じゃあパンダまた頑張って四川に戻れるように中国語頑張ろうね。はい。ね。じゃあみんなにバイバイ言おうね。中国語頑張ろう。谢谢你。不用谢。